はい、キューピンボ TV のとくまです。今日は都内のある場所に来ています。ですね、今日はミーティングとかそういうのではなくてですね、単純にちょっとある場所をリサーチしに来たんですけども、コンサルタントの資格もね、いろいろあってですね、単純にミーティングして事業計画書を作ってとか、そういう一般的な仕事に加えてですね、フィジビリティスタディっていうのがあるんですね。いわゆるフィジビリティスタディっていうのは何かっていうと、いわゆる検証なんですよ。事業の検証、つまりその事業がどのぐらいのことをしたらどのような結果になるっていうのを、なんていうんですかね、検証。はい、そうですね、さっきちょっとフィジビリティスタディについて説明したんですけども、いわゆる事業を、始める前に、事業の計画を練るんですよね。その計画を練った上で、検証をするわけですよ。実際これをやったら、いくら儲かって、いくらの投資が必要で、いくら儲かってっていう、そういうバランスシート的なものを事業を始める前に作るんですね。その検証をするためにちょっと今日はある場所に私来ています。今ちょっとねカメラをひっくり返してみようかなと思います。えい、こんなような場所ですね。はい、こんな感じの場所です。はい、ということでね、コンサルタントといっても、いろんなタイプがあるんですけども、とかくやっぱ私は泥臭いタイプなのかなっていうのは思いますね。実際ね、現場に出向いてね、いろんなことをやったりしますんで、はい、そう、なかなかデスクの上だけじゃ収まらないっていうのが現状ですかね。はい。